日本国神奈川県横浜市神奈川区に浦東町、新浦島町は神奈川県横浜市神奈川区の地名。住居表示は未実施で1.2丁目のあざ丁目が設けられている。神奈川区東部の臨海部に位置し、北東部が1丁目、南西部が2丁目となる。北西側は入江川北東、南西側は入江川の葉川と3方向を川で囲まれ。 入江川に沿って、首都高速神奈川1号横羽線の高架橋が通る。南東側は、貨物線の高島線を挟んで、埋め立て地の線若町3丁目と接する。入江川を挟んだ1丁目の向かいが、浦島町、2丁目の向かいが、新町で、それぞれ新浦島橋、荒木橋でつながっている。1丁目から入江川派側を挟んだ、北東側対岸は、 森谷町一丁目、二丁目の南西側の対岸和線、若町一丁目であるが、この両方向への橋は、首都高速と高島線のみである。一丁目にオフィスビルのテクノウェーブ100、二丁目に神奈川郵便局や三菱倉庫、横浜市資源循環局の事務所などがある。一丁目から二丁目にかけての中央部は、工場跡地にマンションが建設された。最寄り駅は、 荒木橋を渡り、国道15号を越えた先の京急本線神奈川、新町駅となる。1897年頃より、横浜倉庫が浦島高市地先を埋め立てた土地で、浦島高市の前方であること、神奈川町に自浦島町の地名があったことから、1910年に新浦島町の町名が付けられた。1907年に、日清製粉横浜工場、 1910年に大日本肥料横浜分工場。1912年に横浜豆カス製造が進出。昭和に入り1939年には日本カーボンの工場が建設され工業地帯として発展した。1963年及び1965年の地図では1丁目に日本カーボンや横浜加工機の工場、2丁目に 日本農産工業の工場や太陽自動車の保税倉庫、中流軍施設があったことが確認できる。1979年、横浜市が日本カーボンから土地を取得。横浜市消防局の訓練用地などとして暫定利用されたが、1986年に行われた事業コンペで住友商事を幹事とする企業グループによるインテリジェントビルが建設されることになった。 テクノウェーブ100と名付けられた。このビルは1990年8月に竣工した。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。